ワイユビーアナウンサーの田中徹です。今回のアナブラはカバンの中身チェックということで、よいしょ、持ってきました。ちょっと重いですね。私普段リュックを使っているんですが、取材の時にできるだけ両手を使いたいということで、メモを取るだとか機材を運んだりすることが多いのでリュックを使うようにしています。さあ、ちょっと恥ずかしいんですが、カバンの中身見ていきましょう。はい、出ました。こちらが私のカバンの中身でございます。初めて見ましたね。これ何ですかね。割り箸、なんでこんなにいっぱいあるんですかね。コンタクトレンズのケースも3つありますね。ミニマリストになりたいとは常々思ってるんですけど、結局物を捨てられないんですよ。なんか取っておきたいっていう思いがあって増えちゃいますね。この財布とキーホルダー、この3つは実は親戚の方でこういうレザークラフトのショップをやっている方がいてですね、でアメリカの方でもなんか賞を受賞したりしてると。で例えば就職のお祝いだとか、そういった時とかにいただいたりとか、自分でショップに行って買ったりだとかしてますね。なんか僕はもうこれお気に入りのアイテムです。今分かりました、なんでカバンがいつもこんなに重たいのかなっていうのが、これですね。これが重たいんですよ。700ml、結構ずっしりありますからね。だからこれを日中頑張って飲んで軽くして、夜カバンを背負って帰ろうと、そういう思いで日中過ごしてます。いや、仕事しろって話ですよ。本当仕事もしてますけど頑張ります。はい、ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。